スターツアーズはディズニーパークにかつて存在したフライトシミュレータ型アトラクションの一つ映画スターウォーズシリーズを元にしている2010年以降に順次リニューアルが実施され現在はスターツアーズザ・アドベンチャーズ・コンティニューとして運営されているスターツアーズの旧路五条機パークはすべてスターツアーズザ・アドベンチャーズ・コンティニューにリニューアルされた時代は スターウォーズエピソード6ジェダイの帰還の後帝国軍の残党と新共和国軍との紛争は完全には集結していないものの概ね平和な時代となっていた星間旅行会社スターツアーズ社はエキゾチックなエンドアの聖なる月へのツアーを企画したゲストはこのエンドアへのツアーに参加する搭乗口までの通路ではフライトに使用される宇宙船 スタースピーダー3000と同型の機体や機材の整備作業に明け暮れるドロイドたちの姿を見ることができる。その中には第3月ス,スター攻撃作戦に先立ってトラブルを避けるためハンソロ将軍の提案でスターツアーズ社に貸し出されていた C-3PO や R2D2 の姿もあった。ゲストが登場したスタースピーダー3000のパイロットは RX-24。 ナビゲーターは R2D2。銀河形状例で定められているシートベルトの装着確認が済むと、いよいよエンドアへ向けてスタースピーダー3000が出発する。しかし、スタースピーダー3000は宇宙構内で間違ったレーンへと進み、ドアを突き破り、危うく壁に激突しそうになる。その後も目的地である惑星エンドアの聖なる月を通り過ぎたり、 水星の内部へと突入したりとトラブル続き。R2D2 が自分も戦闘に加わるためにワープ座標を変更したため、とうとう帝国軍の残党と新共和国軍との戦闘中域に迷い込み、帝国のスターデストロイヤーのトラクタービームに打破されてしまうが、新共和国軍の攻撃によって辛くもトラクタービームから逃れることに成功。この中域では、 木下建造中の第3デススターへの攻撃が今まさに始まろうとしていた。新共和国軍の X ウィング戦闘中隊長の伝えたコールサインレッド -24 を RX-24 と聞き間違えたため、X ウィングに続いてキャプテンレックスの操縦するスタースピーダー3000も第3デススターのトレンチへと侵入。レックスの援護射撃を受けた。 x ウィングは排熱ダクトにプロトン魚雷を発射した後撤退。第3デススターは崩壊したのであった。スタースピーダー3000はなんとか無事に宇宙港へ帰着するもキャプテンレックスはまたもや壁に衝突する寸前でスタースピーダー3000を停止させる。すべて予定通りと嘘吹くキャプテンレックスがシャッターの影に消えていき何が起こったか知らない。 C-3PO が旅行者たちへねぎらいの言葉をかけると下船の扉が開く。スターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニューへのリニューアルのため2010年7月27日にクローズした。その後、スターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニューが2011年6月3日にオープンした。スターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニューへのリニューアルのため2010年9月8日に クローズした。東京ディズニーランドのスターツアーズは1989年7月12日にオープンした。開業当時の宣伝文句は宇宙解禁だった。オープン日当日に行われたオープンセレモニーには映画スターウォーズを監督、指揮したジョージ・ルーカスも来日し出席した。オープン当初は2から3時間待ちが当たり前でアトラクションの建物の外にも 長蛇の列ができることが多かった。キャビンは全部で6機あるが、すべてが稼働するのは混雑時のみで、換算機は2から3機を動かすことで足りていた。アトラクション入り口から乗り場までの待ち列は、ドロイドが作業していたり、仕事をサボっていたり、C-3POO が案内をしていたりと、凝った作りとなっている。以前は、パナソニックとスポンサー契約していたが、 2009年4月15日より、モンスターズ・インク・ライドゴーシークの提供を開始したため、スポンサー契約を終了。スターツアーズ自体はその後も運用された。スターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニューへのリニューアルにより、2012年4月1日をもってクローズした。施設の外観は、レトロフューチャーデザインを採用しているため、東京のものとは大きく異なるが、 内容自体は他のパークの同盟アトラクションとほぼ同内容。エントランス手前には X ウィングのオブジェが設置されている。スターツアーズザ・アドベンチャーズ・コンティニューへのリニューアルのため2016年3月2日にクローズした。TDL 新スターツアーズ・グランドオープン早くも210分待ちの大行列。MAINICHI.JP https://web.archive.org/web/20130619003613/httpmy 日 .jp 満タンニュース2013万 570000m2 億 4000chtml2021 年6月26日閲覧 AB ディズニーパークスブログ スポンサー活動の歴史東京ディズニーリゾートを35周年ハッピエストセレブレーション東京ディズニーリゾートとパナソニックの夢を語ろうドリームザドリームスパナソニック www.panasonic.com 2021年6月26日閲覧ありがとうございます